さあえー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうかえー、今日の担当は伊藤和,正和先生です、はいえー、先生こんにちはこんにちは,はい、はい、お願いします <coughs> 平成29年9月11日月曜日旧七月7月の21日なとおやび中夜2百2 0日ひじやれ カジノフチュルシチアイビーシガ。カジェムルフカン、アミンフラン。アンシーワチチェ、カワテチョイビーシがウヒナヤアミンフランで、ノーカガクマイビーン。チヌーノヒルマイアイビータガヤ。カンナイン、カワラナイアタシガ。イアミガフティ、ユタサイビータンヤサイ。 東西安市中央一時の方言ニュース琉球新報の記事からうんぬきやびら浦添市の中西中学校体育館うてうって世界最大人数さに沖縄スバチュクいる教室にいるスバチュクエサに ギネス世界記録内の,のイベントが開かって324人が一斉にウチナスバチクティギネス世界記録運会認定さったんにのクトやヤイビンウラソエ青年会議所が歓迎ってメ立ダチサルムンヤイビーがギネスワールド レコーズ社の功績認定委員が委員長のところで参加市民総社の野人種や市民の進化が三角金エプロン氏がたさに真剣になっとうて記録会取り組みされたん参加市民総社の沖縄政府の かかりぬちゅからうちなすばぬちゅくいかたならやびてむうじなくうんかいしくみぬみじいってかちゃするうわじゃしみそうちくねえちゃるくのあとうぬきじわきててぃぬわたしひらたなちあんしからめんぼうさにうすくぬばちあとほうちゃさにちっち うちなすばのメヌんかいしあげやびたん。クリまでィ世界記録や2013年に大阪を売てうどん作りんかいかかわいるさる300人にやたんにぬくとやいびん。浦添え青年管理所の中村理事長さんや市民、県民と魔女、うん 地域のことについて、共に働ける時間熟いぶさたん。うちなすばとうち、浦添市世界委員会発信しぶさいびたんり、いち、話しそういびいたん。中夜浦添市の中西中学校体育館うて、うっ世界最大人数さあに、 うちなスバチュクイル教室にいるシュバチュクイエーサーにギネス世界記録ないるためのイベントが開かったりの,のお話さびたんはい先生どうもありがとうございました、はいはい、え今日の担当は伊藤和正和先生でした。